19世紀に描かれたマッサージの絵画ドイツ、フランクフルトにおける、マッサージ隊における、マッサージインドのヘッドマッサージ日本のマッサージチェア、文化。マッサージ機マッサージイン、エーバスハウスマッサージは、皮膚に、求心的に手術することにより、主に、静脈系血液循環の改善やリンパ循環の改善を目的にした手技療法である。マッサージは、フランスで生まれた、 手技療法を指すが、同様の効果を得られるものとして、体式や挑戦式のマッサージと呼ばれるものは除くも、便宜的にマッサージと呼ばれる。マッサージは、ヨーロッパ発祥の手技療法である。マッサージは、厳密には、指先などの末梢部から心臓に向かって、手術を行う。マッサージには、静脈やリンパの滞りを改善し、その流れを促進する効果がある。スポーツ。 運動時前後には筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。他にマッサージによる刺激などにより緊張の緩和をもたらし筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う等がある。マッサージは通常医療の場でも代替医療の場でも様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形でも行われている。 マッサージはギリシャ語のマッシー、ラテン語のテ、アラビア語のマス、ヘブライ語のサワルが語源とされる。古代イギリシャの医師であったヒポクラテスは医学を志すものに対してマッサージ技術の習得を奨励していた。16世紀後期、フランスの医師であるアンブロワーズ・パレがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く主張するに至った。 この主張によって、マッサージ療法は、医療法として、だんだん見直されるようになり、医療として広まっていった。18世紀から19世紀頃になると、スウェーデンのパーヘンリックリンが、治療体操を用いて、マッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージは、オランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。その後、 マッサージ量が医療術の一つとして現在に至っている。日本においてはもともとアンマが用いられてきた。明治時代、軍医である橋本城明がフランスのマッサージを視察し、研究した。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。現在のアンママッサージ指圧し、ハリ氏、九等に関する法律において、 あんまマッサージし圧つし免許もしくは医師免許がなければ、日本においてマッサージを行として行うことはできないとされている。日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、主義自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、 日本国民は当然のこと繰り返していたことであった。法定義されていない理由として、当時主義を使って人体表面を刺激する他の主義療法が、アンママッサージし圧つしが行う、主義療法以外日本国内には存在せず、わざわざ、アンママッサージし圧つし、ハリし、休止等に関する法律で、法定義をする必要がなかったのがその理由である。 厚生労働省見解のマッサージの定義看護師に関して、マッサージは、臨時実習において、看護学生が安楽確保の技術として、教員や看護師の助言、指導により、学生が単独で実施できるものとして、検討会で出され、看護師の基礎教育の中で行うことが望ましいと、されている。法律での定義はされてないが、無資格者マッサージ手術で、 A1 を摘発するにあたり、厚生労働省は、マッサージの定義を、体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為と、回答している。また、厚生労働省は、無免許安ましの取締りの疑義紹介と、安まマッサージの定義について、下記の通り公文書にて回答している。法大事情に規定する安まとは、人体についての病的状態の除去または疲労の、 回復という生理的効果の実現を目的として行われ、かつ、その効果を生ずることが可能な、揉む、押す、叩く、摩擦するなどの行為の総称である。昭和38年1月9日発、第8から2号特定の揉む、叩く等の行為が、アンママッサージ施圧し、針し、吸収等に関する法律第1条のアンママッサージ施圧に該当するか否かについては、 当該行為の具体的な対応から総合的に判断されるものである。ご紹介の事例については、その行為の強度、時間等によっては、道場のあんまマッサージ止圧に該当する場合もあると考えられるが、ご紹介の内容だけでは判断できない。しかし、施術者の体重をかけて、対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さを持って行うなど、 アンママッサージ施圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、または及ぼす、恐れのある行為については、道場のアンママッサージ施圧に該当するので、無資格者がこれを行として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。また、道場のアンママッサージ施圧が行われていない、手術において、マッサージと広告することについては、アンママッサージ施圧師でなければ、 行えないアンママッサージ施圧が行われていると、一般人が誤認する恐れがあり、公衆衛生上も喚起できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。アンママッサージ施圧し、針し、史、旧等に関する法律に関する疑義紹介について、平成十五年十一月十八日異性異発、第百十一万八千0号判例上の定義、清水簡易裁判所、 判決、昭和34年55においては次のように、判事している。第1、安ん氏、針氏、り休止及び柔道整復死法の第1条に言う、安んとは、慰安、または、医療補助の目的をもって、体を、まさし、押し、揉み、または叩く等の行為と解すべきところ、 全形各証拠によると被告人の本件覚醒はいずれも右あんまに該当するものであること明らかであるからこの点に関する被告人の主張は採用できない。マッサージ治療は医師が認めた場合に限り健康保険の適用がある。初めて治療を受ける場合には医師の同意書または診断書が必要で以後3ヶ月ごとに医師の再同意が必要となる。また、 保険適用の対象は、筋麻痺や関節拘縮などの症状が見られる、場合のみに限られる。手術免許無資格者問題名称の遺憾に関わらず、マッサージを行とできる者は、医師以外では、アンママッサージしや師の有資格者のみである。第一条医師以外のもので、アンマ、マッサージもしくはし圧、針または、急を行としようとする者は、それぞれ、アンママッサージし圧師免許。 ハリ氏免許または、休止免許、以下免許という、を受けなければならない。第12条何人も、第1条に掲げるものを除く外異業類事項要をとしてはならない。ただし、柔道制服を業とする場合については、柔道制服司法の定めるところによる。アンママッサージしやつし、ハリ氏、休止等に関する法律しかし、アンママッサージしやつし、ハリ氏、 休死等に関する法律には、あんまや、マッサージの行為、方法の定義がされていないため、職業選択の自由もあり、生体や、生足、リラクゼーションなどの看板を掲げ、無資格で、マッサージ類似行為をする者が後を絶たず、また、柔道整復師による保険を利用した、激安マッサージも問題になっている。死実名状問題上記で注意が必要なのは、 厚生労働省通達によると手術行為自体で違法とはならずとも、あんまマッサージ、止圧を標榜して、類似行為を行えば、あんまマッサージ止圧し、針し、休止等に関する法律の違反となる見解を示している。第7条あんま行、マッサージ行、止圧行、針行むしくは休業またはこれらの手術書に関しては、何人も、いかなる方法によるお問わず、 左に掲げる事項以外の事項について広告をしてはならない。柔道征服師、理学療法士及び助産師が行うマッサージに関しては主義療法を参照。太陽国には、スコータイ王朝時代に確立されたと言われる太鼓式マッサージがある。マッサージチェアとは内蔵された突起が稼働し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されているほか。 主に銭湯、温泉などに有料で設置されていることが多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉み方をするようになった。ありがとうございます。